日本神奈川県横浜市西区、南幸い南幸いは横浜市西区の地名。幸い川を挟み、現行行政地名は南幸い1丁目及び南幸い2丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は220の0005。一大ターミナル駅である横浜駅西口に面し、市内は元より日本国内でも 有数の商業集積地となっている。終戦直後までは資材置き場などとして使われていたが、1950年代に相模鉄道主導による開発が始まってから急速に発展した。神殿館橋から南東方向を描いた江戸時代の西木へ、海の色が濃くなっている部分が南幸い、右側の水田が丘の神殿。1952年頃の横浜駅、 西口前景相模鉄道がスタンダード石油から買収した土地風の塔南幸いの周辺についても一部記す。9月24日総鉄ビル、旧総鉄ムービル跡地に横浜ベイシェラトンホテルタワーズが開業。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、一丁目は非公表。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。大型店が林立する県内随一の繁華街であり、横浜駅も南幸い一丁目に所在する。また、横浜駅西口五番街もこの地域に含まれる。路線下の工事ではここ数年、南幸い一丁目の西口バスターミナル前が県内最高値を示している。新殿管課は幸い 片平川と新横浜通りに囲まれた一角。家電量販店や映画館、ファッションビル、アニメ、導人ショップ、専門学校など多様な業種の店舗が集まる。ありがとうございます。